ひなです。ゆこです。ピンク、ラテ、ティ、ビー、始まるよー。イエーイ。はい、今日の曲は、どうぞ。エミコンとユナのポーチの中身紹介でーす。イエーイ。はい、せーの、どうぞ。じゃあユナから紹介していきます、はい、ユナのポーチがですね、1年前のクリスマスの時期にマックで買ったポーチなんですけど、なんかクリスマスコフレと一緒についてきたやつです。かわいい。今日は、ありがとう今日は外に出た時とか撮影の時にメイクの足用に使うコスメを紹介していきます、はい、まず鏡なんですけど、結構前の雑誌の付録でお母さんが買ったやつなんですけど、雑誌の付録なんでどこの雑誌かはちょっとわかんないんですけど鏡です。続きましてファンデーションです。これがクッションファンデマット02番のナチュラルっていうのなんですけど、ドン・キホーテに売ってて、なんか500円だったんで試してみようかなと思って使ってみたら、うん、そう、安い。なのになんかカバー力も良くて保湿力も高くて、なんかいいとこ尽くしだなと思って今3個目を使ってます。次が、マックのミネラライズ・キンフィニッシュ・ライト・スカッペードです。これはハイライトなんですけど、これ結構前に買ってずっと使ってます。これが信頼しすぎてるやつですね。続きましてアイシャドウです。 MAC のミネラライズアイシャドウブロンズアセッツってやつで、誕生日の時にレラちゃんからもらったやつです。いろんな色が入ってて4種類の色が入ってるんですけど、ラメとかマットな色とかいっぱい入ってるので、手でパパーって直せる感じで使えてすごい便利です。ニュースキッサーみたいな感じのコメントだね。じゃあ次がケイトのデザイニングアイブロウ 3D 限定カラーの EX7 です。これは眉毛にも使うし、ノーズシャドウにも使えるめっちゃ万能なやつです。ちょっと中は濃いブラウンとカーキっぽいブラウンと薄い茶色っぽいやつが入ってて、私の肌にめっちゃ合います。続きまして筆です。これはハイライトを塗るためのブラシです。ふわふわでめっちゃ気持ちいいですはい、続きましてこれがドン・キホーテで買ったシュー・ウンブラのビューラーです。ドン・キに売ってた、ドン・キに売ってたって言ってました。結構安売りしたんで買っちゃいました。次に不老不死モテマスカラのマスカラです。全然ブランドとか分かんなかったんですけど、つきがめっちゃ良くてまつげもめっちゃ伸びるので買いました。次に黒ロングウェアアイライナープチエクスペリエンスっていうアイラインです。これはもともとメイクするときは結構リキッドが多いんですけど、リキッドの中の部分とかが取れてきちゃってフェイシャルの方で直しています。次にザセムのコンシーラーです。01番ですね。持ってる。あ、持ってる持ってる一緒家で使ってる。パウダーとかだと結構取れちゃうので、私はリキッドの方を使っています。最後にトップなんですけど、キャンメイクのステイオーバームルージュの16番です。最近ちょっとブラウンリップにハマってて、結構ブラウンで、でもこれ結構マットとかじゃなくて結構ツヤも出るブラウンリップになっているので、ブラウンリップ初心者の方とかが全然めっちゃおすすめです。最後にフィアムルブールルージュの0004番かな、わかんないんですけど、こういう黄色の可愛いやつです。これはアリアちゃんからタップ出てもらいました。こういう感じのちょっと深めの赤かな、可愛いっていう色です。最近めっちゃこれ気に入っててずっと使ってますはい、以上です。次、エコのポーチの中身紹介します。このポーチは2年前くらいにサンタさんのプレゼントの中に入っていたスタイルナンドのミニポーチです。かわいい。え、2年前から使ってるのそれ。そう、めっちゃ物持ち良くない？なんかあんまり使ってなかった持ってたけど使ってなかったやつです。シンプルだから普通に学校とかでも使える。そう、こんな感じで、そういつもはこれ学校とかお出かけの時とかに詰め替えて使ってます。あとこちら、さっき姫香ちゃんも持ってたホテルとかであるアメニティの櫛です。これね、白もあって、白は学校で使ってて、黒は家用とかお出かけ用で使っています。ホテルのアメニティ本当使える。本当にそう。で、これが、ただのアイピンです。これは100均です。同じの持ってる。マジで。これはロクシタンのミニハンドクリームです。この匂いが
レモンみたいな柑橘系の匂いですごいお気に入りで、これは2本目です。ちょっと今度見てみようこれがなんか結構テカっちゃう時とかベタついちゃった時に使うイニスフリーのノアセボムミネラルカラーパウダーです。これ結構塗るだけですごいサラサラになるので、なんか学校とかでも少しなら多分つけられると思います。でこれが結構知ってると思われるカーラー朝前髪に挟んで少し置いとくだけでカールがつくからすごいおすすめです。でこれは何のイベントか忘れちゃったんですけど、イベントの時にお手紙と一緒に入れてくれたこの鏡で、こっち側が2倍の大きさ拡大されて、こっち側が普通の大きさなので目に何か入っちゃった時とかに使っています。これが結構お気に入りのロム&のジューシーラスティングティントです。結構これ2本持ってるんですけど全然落ちないし、色もいいし匂いもいいからすごくおすすめです。で最後にこれがお誕生日の時におばあちゃんにもらったシャネルのリップクリームです。白なんですけど、白っていうかその透明で保湿とかにも使えてすごく保湿力も高いのでおすすめです。はい、以上です。じゃあお互いに気になるものを紹介していきたいと思います。なんだろう、ハイライト。ハイライト、うん、これですね。結構これ気になっててそう、マーブルカラーっていうのがなんかどんな感じの発色なのかなって。あ、なんかね、なんて言うんだろう、結構普通にラメって感じなんだけど、本当だ、本当にこんな感じですなんかメイクのレッスンを1回受けたことがあって、その時に講師の方にお勧めされたやつなんですけど、うん、なんか普通のラメとかのやつだと変に光を受けちゃって綺麗に映らないんだけど、マックのこれならなんかいろんな色が入ってるから綺麗に発色するよみたいな感じで言われて、大丈夫、そうで買いました。ルナはこのイニスフリーっていうやつから、これよく私ミント色みたいな感じの見てたんですけど、ピンク色もあるのね。紫とか、まあ、緑もあったし、このピンクとかもあって、まあ、これサンドピーチっていうカラーなんですけど、色によって性質とかが近かったんですけど、まあ、気にしないでピーチっていうところだけでこの色を買ったっていうところです。ゆなちゃんのポーチは全体的にマックとか、うん、そうだね、その高級感があっていいなって思いました。コスメは黒とかで結構揃えてるので、うん、嬉しい。女子力の塊って感じのポーチだね。持ってこようとするとめちゃめちゃバーって詰め込んじゃう人なんで、またなんかまとまりがあるポーチを目指します。ありがとうございますぜひ参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。